ちは劇団スカッ、はい、また先週の続きになるんですけれども、もう見えてますね。とりあえず完成しました。ちょっとですね、あんまり近くで見せるとちょっとボコボコなところもあるんで、ちょっとお恥ずかしい限りなんですけれども、電動彫刻刀で削って、さらに紙ヤスリでこうスッ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 とやりまして、お皿ショーン君には鍋敷きに良さそうですねって言われたんですけど、鍋敷きじゃねえから、鍋敷きじゃねえから、これが今何を作ってたか。僕の当初の目的であるベイブレードが回せたら一応それでいいかなっていうことで、とりあえず回してみましょう。おー、安定型のやつじゃないと飛び出ちゃうんですよ。バランスタイプのストームスプリガー、おーシュッ、まあ、こういう感じでね、どう、一人遊びにはもってこいでしょうね。一人寂しくさ、ベイを回したいけど、そのスタジアムは持ってないっていう方、よかったらこれを作ってみてはいいんじゃないでしょうか。ああ、うまく回せましたね。さあ、ということで一応この下地が出来上がりました。で、別にこれをね、作りたかったわけではないんです。何をやりたいかというと、これにちょっとまた兼松西さん農林さんのマッチを使って火をバババッとやれるような形にちょっとやってみたいと。まずこの周りをマッチで装飾していきたいなと。用意するのは電動ドライバーのドリルタイプ。これでシコシコとこう穴を開けていくんですけど、ベイが逃げない隙間でこうトン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 と、ここまで削るのにすげえ時間かかったんですけど、それにもどんどん穴を開けていってしまおうという、そういう今日は回になっております。あー、これほら、これ見てください。ほら、これこの間渋谷のタワレコのジョジョカフェに行って買ってきました。かっこいい。これ CD、 ほら CD、 ほら CD 持ってんの、ロハン先生が。ほら CD、 白見える、後ろほら、後ろタワレコって書いてあるでしょ見えてる。さあ、これにちょいちょい穴を開けていきます。穴を開ける作業っていうのはみんな好きですからね。穴開けたじゃないですか。ここにマッチの棒の棒をちょうどいいんですよ、この穴のサイズが。スタジアムの周りにこう立てていくわけですよ。そうするとこのベイが、だから高さを合わせなきゃないですよね。このベイがこいつをかすめることによって、ここに火つけちまおうよと、こうね、当たるぐらいのところに合わせてあげて、でこのベイ側の方にはこのマッチの箱の側面、これをつけちまおうよというふうに思ってます。なのでそれをチャッチャチャッチャとやっていくので、闘技場みたい闘技場作ってんすよ闘技場みたいってなんすか。こういうものが出来上がりました。ちょっとこちらレイヤーを変えて、多分ケルベウス、カイザーケルベウスかなの色違い、こちらの方にマッチの側面のシュッてなるやつね、これをつけていこうと思います。ほら、桃のマークの兼松日産農林さんの側面をこう半分にカットしました。こいつをレイヤーの周りにペタペタとくっつ
つけていこうと。さあここで登場するのはグルーガン。グルーを盛り目につけまして、ギュッと、こういう感じですね。グルーガンのいいところは、これそう、これやったらベイがダメになっちゃうじゃないですかと思うと思うんですけど、グルーガンのいいところは後から結構綺麗に剥がせるんですよ。そう、瞬間接着剤とかで今言えてかった？言えてかったってなんだ。瞬間接着剤とかでつけちゃうともうダメになっちゃうじゃないですか。言ったらもうベイの方もグルーガンだら後々頑張れば綺麗に剥がせるっていうのがね、いいところかなと思います。グルーガンを多めに盛り目につけたのでちょっといびつな円になってしまいましたけれども、こちらで、はい、ということでこちらを早速回してみようと思います。ただこれ皆さん毎回言いますけど、言うても危ないので決して真似をしないようにということと、今日こちらに消火用の水を用意しました。でこれ何かあったらショーンくんにこうバサッと俺ごとかけてもらおうと思ってますんで、はあ、つくかな、やってみよう。さあこのためにちょっと iPhone7 に変えました。 iPhone7 でもちょっとよりの絵を撮れたらいいなと思ってます。でこのドライバーをユナイトからちょっと変えました。こう暴れさせてついたらいいよねと思ってます。行ってみましょう。あーつか、3、2、1、5、シュッ、おーシュッ、おハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。ほら、ショーク早く吹き消して、吹き消して、吹き消して、吹き消して。はい思いのほかつきましたね。思いのほかつきました。さあでは、着せずしてショーンくんの誕生日も祝えたところでもう一回やってみようと思います。行ってみましょう。3、2、1、5、4、4つでしたね。そしてバーストさせられます。さっきもそうでしたけど、毎回バーストさせられるからちょっと嫌な気持ちになる、悔しい気持ちになりますね。ちょっとこれからもシュート力を磨いて全部一気につけれる、多分これ全部一気に1回でつけることができたら多分もうベイブレードで負けがなくなるんだと思う。奇跡のベイシューターになれるんだと思う。だからその修行用スタジアムが完成したというところで、本当は地雷みたいにこう穴を開けてそこにこうマッチを仕込んでどこで気がつくかわからないみたいなのをちょっとやりたかったんですけど、これがちょっと気に入っちゃったんで穴開けるのはまあ次やるかやらないかちょっとわかんないですけど、ちょっと気が向いたら次はちょっと違うものを今考えてるのがあるので、次はね遠くの敵を別の方法で倒すっていうのをちょっとやりたいので、それはまあ何を言ってるかちょっと分かんないと思いますけど、まあ毎回だからそれは。ということで今日は炎のスタジアムベイブレードでした。じゃあねー。